はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やっすーでございます。白血病と闘病生活の気晴らしいね、日常化動画を配信していきます。この動画でね、白血病が出てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、血液と生活習慣に関するとっても大切な、ね、お話をします。人体のこう隅々までこう張り巡らされているね、もう命綱とはもうね言っても過言ではないね、血管でございますけどもね、その血管というのは実はね、加齢とともに老化が進んでいってしまうんです。それがね、動脈硬化というものなんですけどもね、その心筋梗塞とか、ね、脳卒中などのね、重篤な病気を引き起こす原因となります。血管の老化を進めてしまうね、重要なね、危険因子というのはですね、高血圧、糖尿病、脂質異常症っていうのの生活習慣病と、あとはね、喫煙、この4つです。でこのうちね、まあ、1つでもあればですね、心筋梗塞とか脳梗塞のね、その危険度がね、3倍高まると言われていて、そしてこの4つはね、お互いにこの悪い影響をこう及ぼし合うのでね、2つ重なれば、それが1個3やからサザンが9でしょ。で、3つなら、27倍、4つならね、81倍に高まると思っていてください。いや、怖いですよね。でも逆を言えばですね、そのこの危険因子を一つでも減らせれば、その危険度はね、こう3分の1にすることができるということなんですよ。生活習慣病にならないね、その毎日の生活の仕方とかね、まあ、すでになっていても、その病気をね、管理とかね、コントロールすることがね、その動脈硬化の進行をさせない重要なポイントとなるんです。そしてね、4つの中でもですね、最もこの患者さんの数が多いのがね、高血圧なんですよね。血圧の管理のためにね、ぜひすぐにね、始めるべきものはですね、毎日の家庭でのね、血圧を測ることです。血糖値とかね、コレステロールっていうのとか、あと中性脂肪とかあるじゃないですか、そういったのの数値っていうのはですね、血液検査でしかね、わからないのでね、通院されていない人ではね、まあ年に1回のそのなんかあるじゃないですか、健康診断がね、あるじゃないですか。そんなんで、測る数値っていうのがね、こう大切になってくるんですよ。しかしね、血圧だけはね、電子式のね、自動血圧機があればね、もう家でもね、その定期的にね、測れるので、ね、すごい管理しやすいんです。僕もね、このようなね、その手首に巻くタイプのやつがあるんですけどもね。日本高血圧学会っていうのがあるんですけどもね、そこのガイドラインでもね、2014年以降はですね、診察室血圧とね、家庭用血圧っていうのに、こう、差が出た時にはですね、もちろん家庭血圧っていうのを採用して診断と治療に当たるとしてね、重要視してるんです。そのね、病院で測るね、診察室血圧というのはですね、緊張して血圧が高めに出てしまうからだそうなんです。まあ、診察室血圧というのはですね、診察室で測る血圧のことを言うんですよ。皆さんもね、病院でね、血圧を測るときはですね、家で測るよりもね、高いと思います。僕もね、毎回ね、病院ではその各科の入り口の前にですね、腕をこうバッと突っ込むタイプのね、まあ、大型のやつがあるんですけどもね、それでね、測るときはね、いつもね、こうドキドキしてね、緊張のあまりにですね、130近くになりますね。で、あれね、たまにいてるんですけどもね、何回も測り直して、なかなかその血圧計からこう離れてくれない人がね、いますよね。僕の行ってるね、その病院ではね、診察の前に、通路にある血圧計で測ってきてくださいというのがね、各科であってですね、その時に血圧計から出るその、レシートみたいなのがベベベベベって出るんですけども、それをね、取って提出するんですよ。ほんで、僕の前にやってたね、その推定60歳ぐらいの女性なんですけどね、もう何回も何回もやってて、もうちょっと諦めはって、その場を離れていったんですけどもね、僕の番が来て、座って、その開始スイッチをピッと押すとですね、まあ、2秒間ぐらいにその直近の、ね、履歴がパッと表示されましてね、その女性の、ね、記録だったんですけどもね、177の130だったんで、これは先生に見せたくないよなーってね、思いますよね。まあ、別にね、その女性はまあ太ってるわけでもないし、めっちゃでも痩せてるわけでもなかったので、まあ、見た目はその高血圧ではなさそうだったんですけども、なんかね、病気なんでしょうかね。というか、まあ病気やからね、病院に来てるんでしょうけどもね。ほんでね、その女性っていうのはね、177と130とね、表示されってましたけども、血圧にはね、その基準値というものがね定められてまして、診察室血圧がね、中縮期血圧、上のことなんですけどもね、140と、で、拡張期血圧、これが下の方なんですけども、90とね、いうふうに出てて、で、家庭血圧計で測った時が、上が135で、下が85か。とね、このね、上下の血圧の、いずれかの数値を、超えていると、高血圧とね、診断されます。家庭血圧計はね、いろんな種類がありますけどもね、上腕の部分で、この上の部分でね、測定するタイプがあればね、ほぼ正確に測れることができると思います。で、このようにね、手首やね、指で測るタイプっていうのはね、人によってね、正確な、なんていうか、数値っていうのがね、出ないことがあるのもね、聞かされてますのでね、ちょっと不安なんですけどもね、これね、僕の大好きなね、おばあちゃんがね、老人ホームで使ったやつをね、譲り受けたのでね、これをね、僕はずっと使い続けるつもりです。ほんでね、血圧をね、測る回数なんですけどもね、ガイドラインではね、家庭血圧っていうのは、朝起きた時と夜寝る前の2回測る、1日2回測るんですよっていうことをね、勧められてるんですけどもね、病院の先生とね、看護師さんからね、僕はね、1日に1回朝起きた時に測ればいいでしょうと言われたのでね、僕はその通りにやっております。でも病気の状態によってね、なんていうんですか、回数のね、指示があると思いますので、それは先生に従ってください。で、またね、1回のね、測定の時にですね、2回測ってね、その平均っていうのを記録することをね、推奨されていますけどもね、より安静がね、保てて、低い数値が出る傾向のある2回目をね、採用すればいいと思います。ほんで、測定にね、慣れてきたらね、1回測ってね、前日とそんなに変わらなければね、1日1回でも構いません。あまりね、厳密にやろうとするとね、かえってストレスになってね、無意識に血圧を上昇させてしまいますのでね。そしてね、注目するのはね、上の数値で135を超えていなければ、まず安心なんです。で、上の基準値がね、超えているならば、塩分を控えた食生活やね、肥満を解消する運動習慣などがね、必要となってきます。日本人の成人男性のね、1日の塩分摂取量はね、平均 11g とされていてですね、血圧が高ければ高いほど、とりあえず塩分の摂取量をね、9g までぐらいにね、1桁ぐらいに抑えることをね、目標にしましょう。で、またね、血圧の数値からね、動脈硬化の程度をね、算出することもできます。で、それがね、太い血管のね、動脈硬化の度合いを示すね、脈圧というのがあるんですけども、それとね、細い血管の動脈硬化の度合いを示す平均血圧というのがあるんですよ。ほんでね、脈圧の計算式というのは、上の血圧引く下の血圧です。例えば上が120で下が80であれば40となってですね、脈圧がね、50以上だとね、要注意でね、60以上ならね、かなりの危険の状態なんです。そしてね、先ほどのね、塩分摂取量を気にしてね、上がね、下がったとしてもですね、同時に下のね、血圧もね、気にしなければなりません。よくね、病院の待合室でのね、患者さん同士の会話でね、上の血圧は高い場面やけど、下の血圧は下がってきたので、とりあえず安心してんねーんとね、喜んでる会話をね、耳にすることがありますけどもね、それはね、大きな間違いでね、すごい大変危険なんですよ。動脈硬化が進行していてね、脈圧がね、増加するとですね、その分だけね、下の血圧が下がっていくので、喜ぶどころが、突然ね、心筋梗塞やね、脳卒中を起こす状態なんです。上の血圧がね、同時に下がってきたりね、正常範囲であればね、下の血圧が下がっても問題ないんですよ。つまりね、下の血圧が正常かどうかね、上の血圧で決まるということなんです。で、またね、脈圧がね、40だとしてもね、上が150のね、下が110のようなね、上下両方ともね、基準値を超えていたならですね、これは危険な状態であることにはね、変わりないんです。もし家庭血圧がですね、そのぐらいの数値ならですね、この時点でね、高血圧がすごい疑われますのでね、すぐに生活のね、何もかもをね、改めてみましょう。で、まずね、いち早くね、改められるところといえばですね、先ほどの塩分摂取量のようなね、食生活でね、血圧をね、解消しましょう。高血圧を解消すればね、血管を守ることができます。で、その方法はね、今日はもうちょっと疲れましたので、次回の動画でお話しします。最近ね、長いこと動画をね、撮ってたらね、疲れるというかね、声が出にくくなってくるんですよね。口はね、なんぼでもね、動くんですけどもね、声を出すパワーが弱くなってきたのでね、最近いつもね、動画を撮り終わったらね、ちょっとね、横になってます。これね、免疫抑制剤を飲んでいるがねゆえにですね、運動ができずにね、その全身の筋肉がねまんべんなくね減っていってるからなんですよ。もうねそれを思い知らされることがあってね、ほんまこのね2日前ぐらいにですね、うち次男のね保育園で使ってたハーモニカをね、もう僕実にもう30年ぶりぐらいに、ね、吹いてみたらですね、カエルの歌がーとね、これ以上ね吹くことができなかったんです。ああ、俺ここまで体力減ってんねやーって思いましたね。っていうかまあめっちゃね、今喋れとんかなって感じなんですけども、もうね、今日はね、ちょっとこれぐらいにさせてもらいます。高血圧の予防法はね、また次回にお話しします。今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。